ワールドカップイヤーということで、そこに向けて、まあ、2人で喋っていただきたいなっていう。この間だよね、アメリカ遠征じゃない、うん、同じピッチに立ったことはあったけど、敵として、けど一緒に同じチームでやったのはこの間のアメリカ遠征の前日練習。アメリカ戦やった。あ、まあ、前日練、まあ、練習はそうだけど、試合はアメリカ戦とかだよね。はい、それまでは全然もうなんかテレビの存在って感じ。ほらもう意味わかんないじゃん。お時印象とか、なんか初めて会った時とか。自分は、まあ、昔ちょっと前からセレッソとアイナックで戦ってる時から、若いのにすごい上手な子がいて、でまあなんだろう、体も大きいし、でリーグでも点取ってるからすごい選手だなっていうのは結構本当に思ってました。ありがとうございます。どういたしまして。自分は初めて見たのはテレビの上だったから、テレビの中身だったから、なんかこうして今一緒におれるのは嬉しいです。そんな変わんないです。うまいし若くていい選手だなっていうイメージ通りの選手だったので、はい、頑張れって感じです。自分はなんか対戦相手で戦ってる時よりも、なんかドリブルのみんなの一歩じゃないみたいな、わかりますか？ちょっとわからなかったけど、なんかみんなの一歩って結構トントンって感じのドリブルだけど、なんかブチさんのは近くで見てたら、なんかトトトトトみたいな、運がないみたいな感じで、すごいドリブルだなって思いました。まあ足が短いからかな。違う違う違う。パーソナリティは、いや、まあ変な、でも正直言うとここにいる人って多分全員変だと思うから、だからなんか変っていう一言で片付けたくはないけど、でも変だなとは思うけど。ブチさんもですよ。でもね、多分そうだと思うの。なんかしっかりしてるのに、なんか ポケーみたいな感じの時が結構ちらほらある。言わせてもらうと、しっかりもしてないしポケーンとしたり。でもなんかどういう、わかんない、すごい上から言うとどういう大人になるのかなっていうのは、なんか選手としてもそうだけど、その一人のパーソナリティとしてもなんか楽しみだなっていうのは思います。見といてください。いい意味でも悪い意味でも、ね。海外に行こうって決断したきっかけ。きっかけ、でもなんか昔から行きたくて、19で出たのかな、初めて出た時は。でその時はなんかすごい若い時からベレーザーでやらせてもらってて、なんかできないことも多かったけどできるようになってきて、でその中でアンダー17のワールドカップとかアンダー20のワールドカップっていう経験をした中で、海外の選手とやってみたいなっていう、まあ、ただなんか興味というか、うん、行きたいなって思ったからっていう感じかな。マイカはなんで海外に行ったの？自分もなんかきっかけっていうのはないけど、この年にワールドカップがあって、この後じゃ遅いなって自分的に思って、なんか高校の途中だったから、うんうん、結構迷ったりはしたけど、それも人生だなって感じで決断しました。海外選手とのコミュニケーションの取り方。コミュニケーションの取り方、でも海外でも日本でもやっぱチームスポーツだから、そのチームの中での自分の位置って本当に大事だと思うの。なんか別にそれが言葉が通じようが通じなくても、うん、だからなんだろう、とりあえず笑って
とりあえず自分はね、最初行った時ドイツ語でドイツ語何にも分かんなくて、うん、超つまんなかったけど、うん、けどなんか誘われたりしたら行ってたし、うん、なんか積極的になんだろう、コミュニケーション取り方って難しいけど、一人になったら孤独じゃん海外なんて絶対、はい、だから自分から行った方がいいと思う。私絶対可愛がられるタイプじゃん、18歳でそんな言って大体笑ってるでしょ。大体笑ってますでしょ。そしたら大丈夫だと思う誘われたら行くようにはして、うん、でも絶対行った方がいいと思う。言葉の部分もそうだし、うん、試合の時とかに一人のスポーツじゃないから、うん、ちょっとは関係するのかなとか。今言ったことそのままに言うちょっと言いましたでしょ。いやでも本当にそうだと思う、うん、やっぱね、難しいけどね、うん、だから悩むことも多いけど、だから楽しいって感じることの方が多いとは思う。悩まないってでもそれでいいと思う。若い時なんて本当に悩んどけよって思ってたけど、自分は今若い子てか自分が今若いん自分の今の若い自分がいたとするじゃん、目の前に。したらもうちょっと言われたら悩めよって思うけど、けど別に悩まなくても大丈夫考えるは必要かもしれないけど、悩みはマジでいらないと思う。そうだ、あの試合中に、うん、あの自分考えたらもうプレーができなくなっちゃうんですよ、うん、いいんじゃない、考えなくてプレーしないといけないから。えけどチームだから、うん、考えないといけないじゃないですか。ブチさんがその変化というか、そのチーム、個人からチームになった時ってこと？そう。なんだろう。じゃあここにいたらさ、サッカーについて話す人たちがいるじゃん、ものすごいたくさん。はい。だからなんかその人たちの話を聞いてって、で一応それをさやろうとする努力はしてるでしょ、絶対するじゃん。その体で。そしたらなんとなく多分。悩まないでできるんじゃない、わかんない。でも難しいし正解もないから難しいけど、自分が若い時は上の人にもう仕掛けてればいいからって言われたの、うん、なんか仕掛けて切り替えさえしてくれればいいからって言われてたから、だから前から前から得意なことやって取られたら切り替えたら多分周りの人が助けてくれると思う。だから今そんなに考えすぎなくていいんじゃない、わかんないけど。考えることも大事だと思うけど、それで悩んじゃうぐらいなら悩む、なんかもったいないじゃん、うん、と思うかな。いいいい先輩だねワールドカップの時の雰囲気を知りたい。自分にとったらもうまだ一回も行ったことなくて、なんか夢の中じゃないけど想像しかできないから。でも正直言うと、じゃあ次もし出れたら4回目だけど、今までの過去3回全部違くて、なんか年齢も違うし立場も違うじゃん、やっぱいろんな経験積んでとか。だからなんだろう、サッカーのことでワールドカップってどんなって言われたら多分同じ答えは出せないけど、けど本当に誰もが立てる場所じゃないし、女子サッカーの一番大きな大会だし、なんだろう、日本じゃあんまり感じれない雰囲気をワールドカップで絶対感じれるし、フレンドリーマッチとは違う相手の本気っていうものにぶつかり会える楽しさっていうのは本当にその大会でしかないから、だからまあ4年に1回ってすごい特別な大会だなって自分的には思うかな。なんだろう、本当に誰もが立てる場所じゃないし、なんかどうせ行くなら楽しくやりたいから、だから楽しい大会になるべき場所だし、なんかしたい場所だなっていう、もうなんかそれがそれの最高峰って感じ、うん、なんか U20 しか行ってないんですけど、その U20 のワールドカップなのに、なんかもう国全体でなんかバスも警察官がついてて、もうほとんどの人が見に来るみたいな感じ、お祭りじゃないけど
サッカー興味がない人もなんか行こうよみたいな感じで行ってそうな、うん、で両方のチームを応援してる感じ。なんかアンダー20自分も17-20って出たけど、その時もやっぱその時の楽しさはあったし、じゃあバスがその何馬の時とかもあったのね。え、バスが馬バスなんていうの、バスが馬っていうか何、先導が警察じゃなくて、ああ馬が先導してくれる時とかはめちゃめちゃ興奮したしすごかったけど、けどなんだろう、やっぱ今女子サッカーってものがどんどん盛り上がってきてて、うん、でオーストラリアニュージーランドもすごい一生懸命盛り上げてくれてるし、多分アンダー20の時とはなんか比べ物にならないと思うと思う。自分も未知だけどね、うん、けどなんだろう、サッカーも含めてアンダーの大会とは別物だなっていうのはめちゃめちゃ思うから。キラキラしてますか？キラキラしてるか、難しい、してんじゃない、やっぱりだし、分かんない、お客さんがたくさん入ったスタジアムでやれるって選手として多分楽しいから、どんくらい入るか分かんないけど、けどやっぱまずその時点でちょっと雰囲気は違うと思うし、まあワールドカップってだけでキラキラ してる舞台というか、うん、するべき舞台なんじゃない、自分たちからしたら、だって出たい場所だし、うん、かな、うん、世界一になりたい？なんか自分と重ねるのはちょっと違うけど、でも攻撃の選手でなんだろう、試合の流れを変えるとか、多分攻撃に勢いを持たせられる選手、スタートから出ても途中から出てもだと思うので、そんなにあんまり考えすぎず、だから2011年の優勝があってもっと盛り上げなきゃって思う気持ちも自分も持ってるしものすごくわかるけど、マイカ自身が楽しんでやることが多分チームにとってプラスになると思うから、そこはなんかそんなに気にせずって言ったら違うけど、なんか楽しんでやったらいいんじゃないかなとは思います。はい、楽しそうにやってるように見えますか、マイカがサッカーを？うん、見える、好きなんだろうなと思います。はい、サッカー好きでここまで、サッカー好きでしかなんかやってこなかったから、逆にもっと考えない。うちの方が好きだと思う。いや、マイカの方が好きです。うちの方が好きだと思う。じゃあ一緒ってことで。一緒やだな、一緒。何でもいいんでチームが勝つためにできることはやりたいなっていうふうに思うのと、本当にワールドカップって4年に1度でそのメンバーでまたやれるかって言われたら多分やれないし、4年間かけてそこを目指してやってきてる立場なので、本当にそこで悔いなく終われるように頑張りたいなと思ってます。